ここはねやっぱり僕にとってもすごく特別な場所で、毎回こうシャッターをガタガタガタって開けるとこの車たちがこっち向いて止まってるでしょう。これはたまらないですね。すごい特別な感じがある。友達のお父さんがね、彼の農場で車を運転させてくれた。やり方を教えてくれてね、クラッチを切ってエンジンをかけて、エンジンがグーンってクラッチをつなぎました。車が走り出した。もうその時に僕の世界は全部変わったような気がする。ものすごい楽しかった。車を取り巻くいろいろなものも好きだから、エンジンも大好きだし、運転する感じも好きだし、まあ僕は古くても新しくてもトラック大好きなんですね。もうこのぐらい古い車はものなんだけどスピリットがあるっていうかね。10年ぐらい前に扶桑名車復活プロジェクトっていうプロジェクトが会社の中で始まって、その時にみんな工場で働く人たちがこの車たちをレストレーションした。それから10年ぐらいこの車は完成してから使うこともなくずっと倉庫の中に眠ってたんですね。会社に入った時にそういう車たちがあるよという話は聞いたんですけど、どこにあるのかも知らなかったし、どういう状態なのかもわからなかった。初めてこのトラックたちを見て、その中の一つをバッテリーをつないでエンジンがかかって走り出したら車も動くのね。ですごく感動して、みんなに知ってもらいたいと思いました。この車は次の世代につないでいくという、もうそれが僕のモチベーションですね。古いトラックに触れて分かることっていうのは、コストとかをね最優先に考えない作り方だったり、トラックそのものを部品だとか直しながら長く使えるような工夫がたくさんあるんですね。それがこのトラックたちのすごい魅力だと思います。このトラック もう僕が24年前に買ったやつをまだ乗ってるんですけど、車も大好きなんですけど、もうオートバイ大好きなんですね。僕はモーターサイクルでもう人生が台無しなんですよ。10代の終わりからずっと乗ってて、一通り以上のオートバイの経験をしました。若い時はね、メキシコに砂漠を走るためだけにレースに行ってました。オートバイはね、もう自分がモーターサイクルと一体になって走らないと走れない。エンジンの感じとか、もう直接的、アクセルを開ければパワーがもうそのまま後ろにガーンっていう、こういう感じももうモーターサイクルならではのものですね。僕にとって、まあ、ドライビング運転っていうのはもう走り続ける人生そのもの。止まったら死んじゃうから人は、特に僕は、まあ、これが僕の人生だと思います。